あと一言言うわ、ほんで天皇とか陛下と違いないと報道的にはもう報道しません、もうボイコット宣言します、ボイコット宣言します、そんな無理やり押し付けるんやったらボイコット宣言します、どうぞ逮捕してくれて結構です、もう遠慮なく最高裁まで争います、宮内庁も訴えるからね、宮内庁訴えるから、おいどけ、この日本政治じゃんも訴えるから、おいどけ、日本医師会も訴えるぞ、これ最高裁まで争うしたいから、企画されても最高裁まで争うぞ、強行手段とって許せん、許せん、我々だけ厳罰か、こんなんやったら天皇家も厳罰に対抗するわ、龍兵家どこやったら絶対するな、そしたら大変やろ、宮内庁の職員のなの、これでも現場の書くやん、共謀罪もテロ予備罪ね、まあ適用対象おかしいやろ、これでも適用やん、ビビって適用がやん、もう適用するぞ、発表適用前提、全員適用前提で存続させるんやったら、ね、無理やったらもう廃止する、こんなあんな大虐罪相当のもの廃止やなのに平和主義に反するのや、もう民主主義や、都内芸大っ嫌いだよ、全然受けんけどね、うちの家族もそうや、平気な顔でな、ねるねるねるって言ってんやな、全然長橋も厳重注意しなかったっけ、全然警察も厳重注意しなかった、もうね、楽曲やん、もう全然知らんしょ、この人解散させると自分たちで作れ、もう長橋のね条例作ればいいの、警察条例なり作ってこれで再編してもいいんやん、おみっとけやん、こういう関係者やん、もうしゃ無事ね言うわ、もうどうにもなんちゃう作っていいから、違う違う作っていいから、もう最高裁判所やん、我々が集めるかてやん、うむねん、もう限界に来たやん、もう処理能力超えてもだやん、これじゃコロナずさんやったやん、全然見直し議論しなかったやん、そういうことです。日本はね、政治年齢と報道自由、最下位です。最下位です。安倍晋三ね、また最下位になっとね。野田佳彦さんまで、うん、安定してた、うん。もう下がっても最下位なんや。最下位ね。最下位ね。例えば公園密集して、こんな風に建物を建設して危ない。もう危ないね。これは。両党の連中も意外な報告するな、これ何日本医師会とか、とかの医師とかあんな、とか科学者とかあんな、もう何でも弁護士の言うことばっかり聞きやがって、こいつらの言うことうんのみすなよ、こいつらのせいで、俺批判者はそういうことやったら、それもだよ、お前ら反省してんかったよ、お前ら戦争じゃねえぞ、これ大岡や法律で最高裁ならそうぞ、最高裁判所を訴えるぞ、何が三権分立じゃん、なんで安倍晋三あの前の意見審査権行使しなかったら責任追及するぞ、お前問題発覚やん、いい感じになってもすな、俺たち人間そういう人が苦しむのにまた頼むんだよ、失われないと贅沢に、お前らいいかしょ、何が見えな東条英機や赤坂とか銀座の料亭のんきに食ってたやつな、アメリカ政府もこれ言わないと、汚職は東条英機は刑事告訴できたのに、こんなんでするからやウィッグ検事のご遺族もそう言うべきだったんや、もうずさんだったんや、最初から東京都でそうなん、そうなん、だからこうなってもね、韓国の労働者も怒ってるし、そうね、王は怒ってたよ、めっちゃ日本国際を批判してる、なんで我々に戦われてこういうことや、もう大変やな、大変、北朝鮮も中国も台湾も分かったよ、韓国の労働者両国は怒ってたよ、領土を誇って儲けな、こうだよ、もう怒ってたよ、なんで日本のアニメもうめっちゃ嫌だよ、芸能人が来る、その通り、俺はやるわ、どういうわけ芸能人よりも、はいはい、政治にて、ああ、隠れ公明党、ああ、隠れ自民党支持者や、お前らの無視して京都同学仕上げも爆撃するぞ、こんなに汚染気になったら爆撃や、爆撃もできんやったら、だから安全、賛成するな、あんな社会の無視するな、
NHK お前ら変えてんよ、呼び出すぞ、帰りに、どないつけるのね、せや、いやな、電通は呼び出す、ちょっとやめなさいよ、おい、佐野井電通、佐野井か、国策電通、国策通信で、お前ら、あんな戦争招いたんか、これ、特に責任せんか、薬物まで売買してんやんか、主薬物、責任ついてさ、もう許さんって言ったやん、ここか。メディアってこういう汚職は責任ですよ。え、まあ、失敗や外交生だ。破産宣言してね、もう。そら怒るって、韓国、ロシア、両国とも怒るよ、こんなことしたら。わかれ、みんな。なんでああいう強行じゃん。本当に、もう誰でも何言ってたよ。そういうこと。この両国が怒ってて、もう怒ってたってくれんの、もうすごくね、もう言うわけで、全然話せない。なんでよ、サムも決定者、もう言うわけで。クラブ、うん。強行手段、強行手段。強行手段ね。これね、変なの。ゴジラのおかげで、さあ、オリンピック中心でいったよ。そのこと。残ったらこれが現実だ。おいおー、写真来たよ。いや、そんなの。それは、別に、あんまり読んでたんやけど、原さんですね。さあ、代表として来たんや。なんで金も読んで、でも読んでたんや。さあ、カメラちょっと読むにそう、ね、怒られんかったよ、日程があったよ、日程で読んでたよ、来たんでしょ、もう合流したよ、一緒に読むのに行ったよ、もうねえちゃん昼間ってもう来たよ、もう俺はまだそれはちょっと大きに上がれないって言って、合流解決しました。まあ、そういう方でした。まあ、以上です。バイバイ。